メキシコ狼デビルズリバーの狼少女は1845年にメキシコで目撃された野生児である。1845年、デビルズリバーの近くである少年がヤギを襲っているメキシコ狼の群の中に10歳前後の女の子がいることを目撃した。それから1年も経たないうちにサンフェリペイでメキシコ人女性が2頭の大きな狼と女の子が 殺したばかりのヤギを貪さぼっているのを発見した。すぐに女の子は四つ足で逃げ始め、やがて二本足で走って逃げ去った。創作三日後、散々暴れた末、女の子はハンターに取り押さえられ、近くの牧場の納屋に連れて行かれ、保護された。すると彼女は、遠吠えのような声を上げ始めた。やがて数多くの狼の群れが現れて、牧場の家畜を襲い始めた。 驚いたハンターたちが銃で応戦している最中、女の子は混乱に乗じて逃げてしまった。1852年、エルパソの住民が川のさすで2匹の狼の子に授乳している少女を目撃したが、すぐに狼を連れて逃げてしまった。それを最後に行方不明となってしまった。彼女は1835年5月にデビルリバーで生まれたデント夫婦の子と推測されている。 夫婦は、不慮の事故で亡くなり、娘は狼に襲われて死亡したとされていた。アーンスト・ベーコンのピアノ曲、ザ・ロボガール・オブ・デビルズ・リバーはこの実話をもとに、作曲された。ありがとうございます。